ダン・ヒックスは1960年代初期から活躍しているアメリカ合衆国の歌手。スイングやジャズ、ホーク、そしてカントリーなどをブレンドして生み出される彼の楽曲は独特で、時にホークジャズとも呼ばれる。1941年にアーカンソー州リトルロックに生まれる。5歳の時両親はサンフランシスコに移住。高校時代にラジオ放送に興味を持ち、 地元ラジオ局で毎日15分放送される番組タイムアウトフォーティーンズを受け持っていた。1965年にサンフランシスコのフォークバンドザ・シャーラタンズに加わり中学時代から打ち込んでいたドラムパートを担当する。時にはシャーラタンズでギターを弾いて自作の曲を歌ってもいたようである。その後、徐々にシャーラタンズを離れ、 二人の女性バックボーカルを抱えるアコースティックバンド、リケッツと共に、ダンヒックスヒズ・ホットリックスとして、シャーラ・タンズの前座などを務める。その後、ホットリックスは、エピックレコードとのアルバム契約を獲得。1969年にエピックレコードから、ファーストアルバム、ダンヒックスヒズ・ホットリックスをリリースするが、商業的には成功しなかった。何人かのメンバーチェンジを行い、 ブルーサムレコードに移籍してからホットリックスの黄金期は始まる。商業的に成功を収めたアルバム、ホエアズ・ザ・マネー、ストライキング・イット・リッチ、ラスト・トレイン・トゥ・ヒックス・ビルを次々と制作するが、1973年にホットリックスを解散。ソロ活動を開始し、CM やテレビ、映画のために曲を書いている。結局、公開されることがなかった。 ラルフ・バクシのアニメ映画のために書いた曲は1978年にワーナーブラザースレコードからアルバム It Happened One b y t e としてリリースされている。生前はライブ活動などを精力的に行っていた。ありがとうございます。